もう、がめちゃくちゃです。さえ取れれば、コンプライアンスなんてどうでもいいんでしょう。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。また、当チャンネルは AI 判定が厳しい上、自主規制音を入れております。規制音なしの完全版はニコニコ動画の方でご覧ください。本日の動画は終わっているテレビ局についてでございます。実は本来、テレビ局の話をしたいわけではなく、マカロンの返信を普通にする動画の台本を書いていたんですが、いや、よく考えたらあの番組、そして僕の思い出にあるあんな番組も、やっぱりこの放送局じゃないかと、題材を大きくテレビ局にしてみました。まあ、いわゆるオカルト、スピ系なんですが、正直昔はしょうがなかったと思います。昭和の時代とかはね、おそらくどの局でもそういった内容の番組を無責任に取り扱っておりました。しかし今はさすがに令和6年ですからね、そんな番組いくらなんでもやってないだろうと思っていたら、余裕でつい最近やっておりました。なんと放送日は2024年3月27日です。その番組名は奇跡体験アンビリーバボー番外編超次元能力者 VS 歴史ミステリーです。放送している局はもちろん悪名高きフジテレビ。どこの局でもある程度問題はあるかもしれませんが、これは抜けてレベルが違います。昨今スピチューバーがバカみたいに乱立して日本で最も逮捕されづらい詐欺霊感商法を展開しているのは僕はテレビのせいだと思っています。全部インチキな霊媒師とか霊能者を全て本物と称して放送していました。その嘘の電波を流す箱のせいでお花畑ビーソーがあまりにも増えました。あ、コメント欄に〇〇さんは本物ですのようなくだらないコメントいりませんよ。僕は元マジシャン現デバンカーですから、それを書こうとしているあなたよりこういった分野の知識量と勉強量が1万倍は上ですから、あなたたちのおっしゃる本物など今まで地球にいたことはありません。それだけが真実です。そうコメントしてくるトラストリテラシーが低い人を生んだのもテレビ番組が影響しているでしょう。いくらなんでもまだこの時代に放送していたと驚きました。まずマカロン読ませていただきましょう。ケンケン先生 TVer 入ってるんですよね。3月27日水曜日、奇跡体験アンビリーバボー番外編超次元能力者 VS 歴史ミステリーと、4月23日火曜放送のカズレーザーと学ぶの最新科学で顔の魅力を上げる方法を見てほしいです。カズレーザーの番組では上向いてシャンプーすると顔がたるみづらくなると言ってました。次、ツイッターで残留思念がトレンドに流れていました。またスピカと思ったらアンビリーバボーで外国の霊能力者が土方歳三の肩の触って遺髪が残っていると言い当てたらしい。遺髪が残っているより大切な残留思念あるだろう。次、27日の奇跡体験アンビリーバボーで海外の超能力者出てきて義母愛子の昔の恥もさらされて草生えました。以下ツイッターから引用です。ググればわかることをもっともらしく言うだけで残留思念が読み取れることになるの楽だな。まあ事前にリサーチしすぎてロンドン島の最上階に退位させられ幽閉された妖王の霊を霊視したら、その当時は最上階なんてものはなく夏目漱石の小説のパクリだってバレた義母愛子ってのがいるけど。次、ケンケン先生いつも大変ためになる動画をありがとうございます。イギリスの超次元能力者であられるジャッキー・デニソン氏が京都にて残留思念を読み取ることに、新選組の土方歳三の遺髪の存在が明らかになるというアンビリーバボーな展開となったようです。100年以上前の残留思念を読み取れるなら、ここ最近の行方不明の方々発見の手がかりをつかむのは簡単ですよね。次、奇跡体験アンビリーバボーという番組で超能力者により土方歳三の遺髪が発見されたというニュースが話題ですが、やらせ臭がプンプンです。もともと子孫の方々が極秘に残しておいたとのことですが、情報が漏れただけではないでしょうか。最後もう一通、奇跡体験アンビリーバボーの特番でイギリスの未解決事件の捜査に協力している超次元能力者ジャッキー・デニソンが新選組の近藤勇の残留思念を読み取ったり、土方歳三の子孫が秘密にしていた遺髪の存在を言い当てたりしていました。テレビはまだこんなことをやってるんですね。これ以上お花畑ビーストを増やすような番組はやめていただきたいです。もう令和ですよ。はい、6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいまして皆様ありがとうございます。そうですね、このねアンビリーバボーがガチで一番ひどい番組です。今やっているテレビ番組の中でこれだけは間違いありません。こんなのを令和の時代に放送したら絶対にいけません。マカロンには書いてありませんでしたが、僕が数年前たまたま見た海外のミディアムの話も全部嘘っぱちなのに真実として流していましたからびっくりしたんですよね。そして例の占い番組ガチガチのホットリーディングをやっているインチキ番組ですが、あれもフジテレビなんですよ。
この曲はさすがに終わりきっています。ともかくマカロンをいただいていた土方歳三の回から話していきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、超次元能力者 VS 歴史ミステリー。項目2、ツッコミどころ満載の番組。項目3、ジャッキー・レインソンって何者。項目4、いい加減にしろよの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、超次元能力者 VS 歴史ミステリーです。まずどれだけひどいことがこの令和に行われていたか知っていただきましょう。ちょうどフジテレビの番組宣伝がありましたから、それをそのまま読ませていただきます。新選組土方歳三の遺髪をメディア初公開、超次元能力者ジャッキー・デニソンの一言によって土方歳三の遺髪が現存していたという驚愕の真実が明らかに、というタイトルでございます。フジテレビでは3月27日水曜日19時からバナナマンと劇団ひとりが MC を務めます。奇跡体験アンビリーバボー番外編、超次元能力者 VS 歴史ミステリーを放送しました。予測不能な出来事に人生を左右されました人々のアンビリーバボーな運命をお送りしております。奇跡体験アンビリーバボーの番外編としてお届けする回でした。人間離れしました直感を持ちます超次元能力者ジャッキー・デニソンが未だ謎の多い歴史上のミステリーに挑みました。超次元能力者ジャッキー・デニソンはイギリスで警察の未解決事件の捜査に協力し、その人並み外れた能力を数多くのメディアが紹介しています。まあそんなことは一切ありません。未解決事件解決もないですし、警察は無論協力要請などしません。そういったのはドラマだけの話です。続けます。そんな彼女の能力は普段使っているものや人が触るものに残る残留思念、人間が強く何かを思った時その場所やものに残留するとされる思考や感情などの思念から様々な情報を読み取り、人間離れした直感で見つけたいものが手がかりとなる映像や匂いを感じることができるそうです。2022年11月にフジテレビで放送されました前代未聞バトル超次元能力者 VS 仕事人では、ジャッキーが迷子になったペットを捜索しました。迷子になっている猫がお気に入りだった飼い主のパジャマから残留思念を読み取り、無事に迷子の猫の保護に成功しました。八田与一も探してほしいですね。そんなジャッキーが今回イギリスから再来日、今回は前回から大幅にスケールアップし、ジャッキーの特殊能力が新選組にまつわる歴史ミステリーを解明できるのかを検証しました。幕末の京都、混乱の世で殺戮が相次いでいたこの場所で、幕府の大号令のもと治安維持を目的に結成されました新選組、局長近藤勇、副長土方歳三をはじめ総勢200名以上で結成されました幕末最強の剣客集団です。その新選組を厳しい掟で秩序ある集団に作り上げましたのは鬼の副長と呼ばれました土方歳三でした。そんな土方にはとあるミステリーがあります。依頼主は土方歳三の義兄佐藤彦五郎の直系の子孫にあたります。佐藤福子さんでした。その依頼とは、土方がどこで亡くなり埋葬地はどこなのか、旧幕府軍を率いまして新政府軍と戦いました函館戦争で、土方は函館の地で戦死したと伝えられています。ですが戦死しました場所や埋葬場所がどこなのか、それらを示す正式な記録は残されていませんでした。未だ謎に包まれ憶測が飛び交います。土方の死の真相にジャッキーが挑みます。資料館に残っています様々な資料の中から歴史的遺産とも言うべき土方が使用していた愛刀が登場しました。ジャッキーはその刀の残留思念から何を読み解くのか、刀を持ちながらジャッキーが放ちました一言に依頼主である土方の子孫は衝撃を受け涙を流す事態に。それは佐藤家が極秘にして残していました土方歳三の遺髪の存在を言い当てるものでした。そしてジャッキーのこの発言によって土方歳三の遺髪がメディア初公開となります。ロケに同行した新選組研究のスペシャリストであり歴史家の伊藤清郎氏も大興奮、そして新選組の顔であります局長の近藤勇が現代に残したミステリーも、劇団ひとり高橋秀樹、橋休め敦子がジャッキーと共に近藤のミステリーに迫る京都路橋観光。依頼主は近藤の生家子孫、1868年近藤勇、土方歳三が率います。新選組の残党が甲州勝沼で新政府軍と戦うも大敗、その翌日新政府軍に本陣を包囲され、この時近藤勇が取った行動が幸福ともいえる投稿でした。歴史研究家の中で戦うことで新選組を鼓舞してきた近藤があっさりと投稿という選択を取った理由が明らかにされていません。そこで近藤がどんな気持ちで投稿したのか、当時の気持ちを知りたいという依頼でした。イギリスからやってきたジャッキーは新選組のことは何も知らないが、子孫の自宅の仏間に飾られている近藤の写真を預かり残留思念を読み解く。
近藤はあの時なぜ投稿したのか、歴史好き、ミステリー好き必見の内容に、3月27日水曜日19時から放送の奇跡体験アンビリーバーボー番外編、超次元能力者 VS 歴史ミステリーをお見逃しなく、ということですが、ギャグですね。相変わらずフジテレビは、ジャッキーは新選組のことは何も知らないが、というくだりが好きですね。突然ですが、占ってもいいですかと同じ意味。ホットリーディングしていませんよ、という保険ですが、まあ番組は今回もガッチガチになっていました。それでは次の項目です。占いバスターズ。項目に、ツッコミどころ満載の番組です。まあ僕もマカロンがたくさん届いてから番組を視聴させていただいたんですが、初めて見るジャッキー・レニソン氏はもうコールドリーディングとホットリーディングが下手すぎて爆笑させていただきました。僕たち出番会マジシャンは世界おそらく3本の指に入るルーク・ジャーメイのコールドリーディングを使用しましたショーの演技を見ているので、ジャッキー氏のはあまりにも幼稚さが過ぎるのでもう吹き出すしかないんですよね。下手やなーという言葉を番組を見ながら10回は口にしました。せめてね、インチキをやるんであればもうちょっと上手くないとダメですよね。ただ昔からいたジョン・マクモニーグル、クロワゼット、ギボアイコ、下吉子、木村富士子などこういうテレビに出てた人いますよね。やっぱりマジシャンをやっていますと瞬間に見破れるんです。今僕が挙げた人間を本物だ本物だとかコメントしてくる人いますけど、1万%本物ではないですからね。そのような本物というワードを出す人は絶対に知識量と勉強量が足りていない、それだけのことです。何を、義母先生は本物だぞとおっしゃる方はお近くのマジシャンに聞いてみてください。誰一人そうは言わないでしょう。種やトリックやリーディングが読めていないだけ。本物ならば総勢12名の調査チームも必要ないですし、その残党が今同じスピ系をやっていないでしょう。大人気で特番1本最高約7000万円をもらうまでは10万円前後の薄い霊感商法をやっていた経歴などを知らないからそういった言葉が出てくるんです。そんな裏情報を知っていることも含めての知識量です。今回のジャッキー氏あまりにもド下手すぎますが、これでもおそらくジャッキー氏は本物だと信じているお花畑ビーストも存在するんでしょう。今回の放送で適当な点を言いますと、まず残留思念動向ではなく勝手にいろいろなものを触って新選組ファンからガチギレされています。番組始まって10分頃で写真に手をかざして歳三についてあれこれ語って、18分頃で刀を持ってあれこれ言ってます。40分頃五稜郭をうろうろして国の文化財を踏み荒らしており、そして1時間5分ぐらいのところで近藤が文字を書いた戸板に直接触っています。この辺が新選組ファンが怒り狂っているところです。まああまり価値も分かっていなかったのでしょう。そしてフジテレビはやたらとこういう風に事前に知らされていることはなかったとアピールします。情報は何も知らない。まあこれが 100% 嘘なんですよね。まず番組には企画や構成があり、わざわざ彼女にイギリスから来てもらっています。その前に当然どういった内容かきちんと相手側には知らせます。当たり前ですよね。我々がテレビに出てと言われてもどういった内容ですかと聞くのが普通でしょう。テレビは作り物です。スポンサーの広告料のために番組を作っているわけですから、失敗したら困ります。ですからこのジャッキー氏ももちろん知らない体でやっていますが、しかし言葉の節々にそうじゃないのが出るんですよね。あまりにもそこが下手すぎて笑けるんです。僕と仲良しの北新地マジックバークスメットのオーナーマジシャン淳くんも笑いどころありすぎですとこの番組を評価していました。淳くんのお笑いポイントは10分頃で、最初の写真のところで読み取れる数字がなぜかローマ数字、57分頃近藤の写真から思念を読み取るのになぜか生写真ではなく近代展示用に作られたパネル。確かにパネルならばわざわざ日本に来る必要はなく、残留思念から読み取れるのはこの観光スポットに最近訪れた人たちの残留思念ですよね。そして1時間ちょっとのところで門の傷から近藤や隊員の思念を読み取るパフォーマンスをしましたが、そもそもこの傷は新選組がつけた傷ではないというところだそうです。番組制作スタッフも調べが甘いんですよね。こういうところでバレるんです。僕の一番爆笑したお笑いポイントはここですね。石の壁みたいなのが見える、これは番組では五稜郭に結びつけているんですが、ホットリーディングならば五稜郭を知っていた、コールドリーディングならばレトロフィッティングですね。石の壁ってどこにでもありますからね。こういう超下手くそなリーディングが笑ってしまいます。次はここ右足に違和感で出た。こんな基本中の基本をやるんですよ。右足だろうが左手だろうが何でもいいんですよね。人間生きていたら皆さんも怪我をしたり傷つくこともあるでしょう。要は言い方なんです。先に場所を言ってしまうと後からその部分に起こった出来事を探します。これもレトロフィッティングの本当の基礎。まだこの時代にこれやる人いるんだなぁとギャグのレベルです。ジャッキー氏はすっごく技術が低いのでホットリーディングかもしれません。はい、好きな食べ物を聞かれた時がこれです。
僕が一番爆笑したシーンですね。好物はカステラらしいんですが、むしろ令和の時代、素直にカステラが好きだったという言い方でバッチリと当てた方が嘘がバレにくいですよ、ジャッキーさん。とにかく終始、すべての部分が低レベルで言葉が下手くそすぎたジャッキー氏のリーディングでした。結局1時間半番組やりましたが、何も新たな発見などはありません。この終わり方は昔のマクモニーグルとかと同じ、行方不明の少女とか見つかることがないんですよね。クローゼットはその場所しかなかったので当たったように見えましたが、コーチのおばはんも知っていただけ、霊能力や超能力で解決した事件なんて世界で未だに一件もございません。それが真実です。このジャッキーおばちゃんは死ぬほど下手くそですから、もうちょっと修行が必要ですね。この時代は SNS も発展してますから、マクモニーグル時代と違って一瞬でバレますよ。それでは次の項目です。項目3、ジャッキー・デニソンって何者です。えらい触れ込みでしたよね。未解決事件を解決したとか、まあそんなきちんとした事例一切聞いたことないんですよね。全部デバンカー側からすれば、もちろん種やトリックがあります。ジャッキー・デニソン氏はサイキックアーティスト、投資霊媒師、夫と愛犬と暮らしていると書かれていました。投資リーディングとは、人から発する霊的な雰囲気、エネルギーであるオーラの中から相手に関する前世から現在までの様々な情報を読み取ることができる能力のことを言います。オーラには体の中心から一番近い第一層から外側に向かって7層まであるみたいです。この超次元能力を使って警察の未解決事件の捜査や迷子のペットの捜索など様々な場面で投資リーディング能力を活かして活躍されています。はいはいって感じですね。日本であろうが、イギリスであろうが、アメリカであろうが、スピは儲かりますから、インチキ野郎がどこにでもいる。これだけは間違いのない事実です。迷い猫の捜索、人の自宅の中を当てる、カードの図柄番号を当てる、店の陳列物で移動したものを当てる、車に隠れている人を探し出すなど、どれもが微妙な経歴です。しかもカードの図柄を言い当てる時点でインチキですと語っているようなもの、マジシャンの得意分野に入ってきてどうするんでしょうか。ジャッキー・デニソン氏が超能力をフルに発揮できたのが、カナダでの人気番組だったレスキュー・ミディアムズの中でと言われています。つまりはテレビの中だけで、実際に本当の未解決事件を解決したことなんて一回もないのです。まあ当たり前なんですけどね。それでは最後の項目です。項目4、いい加減にしろよです。これは僕からフジテレビへのメッセージです。このアンビリーバボーとか占ってもいいですかが、現在でもバリバリやらせをやっているスピ系統番組です。こういうのが統一教会などのカルト宗教につながるんですから、劣悪番組です。一度霊能者ローラ・リン・ジャクソンという女性ミディアムがアンビリーバボーで紹介されていました。僕たまたまその回を見ていました。番組の流れ的に最後に種明かしをして終わるのかと思ったんですよね。起承転結のケツで、しかしその女性ミディアムが数々の死人と話せると言っていたのは全て嘘だったという展開かなと思って見ていたら、ガチでこの人は本物ですと言ったまま番組終わりましたからね。おいおいおいとガチでテレビにツッコミを入れてしまいました。このローラという女性も今回のジャッキー・デニソンにも劣らないくらいのギャグみたいなレベルだったんですが、もうフジテレビはめちゃくちゃです。視聴率さえ取れればコンプライアンスなんてどうでもいいんでしょう。女子プロレスラー木村花ちゃんの事件もフジでしたよね。もうそろそろそういったガッチガチの真実みたいに見えるやらせはやめておいた方がいいんじゃないでしょうか。特にスピリチュアルやオカルトを本物に見せてしまいますと、やっぱり信じてしまう人がいますから危険です。令和ですから、そういうのをいい加減控えていただきたいですね。それからアンビリーバブを見て信じていた方は勉強してください。僕はマジシャンのアツシ君と組んでこういった脱スピセミナーをやっています。コールドリーディングやホットリーディングを覚えて引っかからないようにしようという目論みです。きちんと実践できる技術を教えて、アツシ君の手品も見れて、ワンドリンク付きで税込み1万円です。よっぽど某陰陽師スクール750万円よりは有意義ですから、勉強したい方はご参加ください。僕が台本を書いている段階でもう締め切りの人数に近くなっておりますので、興味がある方はお早めに。はい、ということで今日はひどい女性霊能者とフジテレビについて話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金全て無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。